どうも、くまきょん音楽チャンネルです。本日こちらの曲やっていきます。リクエストいただきありがとうございます。ということで、登場コードこのようになっております。いつも通り、初心者向けの簡単コードのみを使用しています。もし、この F というコードができるならば、F メジャーセブンの代わりに F にしていただくと良いと思います。同じく、C マイナーのこの第4コードも、この C マイナーができるならば、C マイナーでやると良いと思います。とはいえ、まずはギターに慣れていくことが大事ですので、簡易コードで練習していただくのはおすすめです。さあ、そして右手の話をしていきます。右手もなるべくシンプルにしました。まず1個はダウンストロークだけ。ダウンストロークっていうのはもうこれだけですね。はい、ダウンダウンっていう右手のこの動きね、ストロークって言うんですけど、それをダウンするだけっていうのが1つで、もう1個はダウンした後に1弦だけポーンってアップで弾く。はい、というパターンですね。まあ、この2つでなんか静かなところを、まあ、好きに組み合わせてやってもらえたらいいのかなと思います。で、ジャカジャカ弾いていくところの1個はこれです。はい、ターンターンツカというやつですね。つまりターンターンツカ、ターンターンツカというものになります。ターンターンツカ、ターンターンツカで、これのダウン多めのやつがこれです。ターンターンそして一番盛り上がるところでこれがいいかなと。はい、何やってたかというと、ターンターンツカツカトンターンツカ、ターンターンツカツカトンターンツカというものになります。コードチェンジのところがね、ターンターンツカツカのここなので難しいかなって感じですね。難しいなっていう人はダーンダーンツカだけでやっていただくのも良いです。自分でやってみると分かりますが、別にダーンダーンツカダーンダーンツカでも全部弾くことができますからね。なので、まずはこっちで慣れて、慣れてきたらこのダーンツカダーンダーンツカダーンダーンツカというのをね、使っていただくと良いんじゃないかなと思います。もしこの曲のフル希望の方いたらコメント欄で教えてください。ということで、以上簡単な講座とさせていただきます。皆さんのギター上達心から応援しています。それでは最後に音の引きどうぞ。あなたに会いたくて生まれてきたんだよ、今伝えたんだよ、私はただ私はまだ始まりの朝が来る。宝物を探すけど、いつの間にかすぐそばにあることを忘れて今日も飲んでます。思い出は歩いてきた証だと当たり前に進む。
とうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。